奈良オープン等々力カップ、はい、第8回、第8回ですね、はい、アマチュアの、優勝決定戦ということで、ご覧いただきます、はい、3年ぶりの奈良オープンをということで開催していただきまして、3年前もくしくも、決勝の解説はそうなんですよね、2人でさせていただきました。その際もご覧いただきましたでしょうか。はい、姫路プロは、第4回5回連覇でしたよね、はいはい、今回も惜しくも、3位タイ、はい、この1個前の対戦で負けたんですけど、レインコンディションのやっぱ変化が非常に難しかったですよね。最後は170で終わってしまいました。いや、姫路プロでやっぱ170に、なってしまうね、やっぱレインコンディションというかレーンの変化なので、そんなことないんですけどね。風プロは僕は、決勝トーナメント9位タイで、その2つ前で225対230ぐらいで2ピンされたんですけど、はい、前半はすごくいいペースで投げてたんですけど、そうですよね、隣のレーンで、はい、あ、酒井プロと3人で写真撮ろうって言ってたのに忘れてた。いや今日すごかったんですよ3番4番レーンが酒井プロ、うん、5番6番レーンが僕、うん、7番8番が姫路プロということで、僕もまあ20勝することができてるんですけど、35勝の酒井プロと31勝の姫路プロに挟まれたね、挟まれて、うん、なんかちょっとちっちゃくなってなったね、はい、あの20勝の顔でですみたいなもう5ボックスぐらい右で投げたらもうなんか川添様ぐらいで投げれたんですけど、うん、川添君で投げてはい、いやでも3人ともちょっとカットラインに後半はいて、うん、ギリギリやった最後のゲームさ、すごいちょっと公式戦ぐらいしびれました、うん、2枠を3人で争ってたもんね、はい、その3人でね、はい、そうそう、で姫路プロが先にパンチアウトを決めて、まあ、確定ではないんですけどちょっといいところで終わって、そうそう、僕が持ってこれなかった40ですよ、で僕が10フレット目来て2投目来なくて、うん、1335、5ピン差で酒井プロがパンチアウトして、うんうん、1333ということで、うわだから姫路プロと酒井さんももう7ピンしかないし、僕と酒井さんが、僕がカットで酒井さんが時点だったので2ピン差ということ、うわ、酒井プロおっしゃってたもんね、その前のゲームでもさ、なんか俺時点臭いなっていやずっとカットラインでしたよねそうそうそういやおっしゃってたもんね、その3ボックスで86勝ぐらいだ、ね、3人の通算タイトル、その3人が苦労して2人勝ち上がったのに苦労して、いや、この奈良オープンすごいですよね、今回なんか一番レーン難しく感じてる、いや難しかったです、いろんな自分の引き出しを出さないと本当勝てないような、あ、そうなんですよ、朝戸、はい、選手の紹介、朝戸光則選手、光則さんね、はい、We love うらら、丸山プロも沖縄やから、そうだ、お顔見知りですよね、そうだ、そうなんですよ、あの、はい、憧れのプロボーラーは姫路うららプロです、アンケートに書いてくれてます、素晴らしい、浅戸光則選手頑張って、はい、いや応援します、いやいや、ちょっと解説にちょっと差があるんじゃないですか、いやもう、あの川添くんが、あ、そうですね、さきさんを応援しています、はい、あの僕の可愛い可愛い後輩の浅戸周作プロの奥様、奥様なんで、はい、あら、浅戸さき、なんてキュートな奥様、そうなんです、めちゃめちゃキュートな方ね、はい、あの見てください、マスクがもうブカブカなんですよ、ね、僕のマスク見てください、同じマスクしてるはず、あれピチピチ最大限に伸ばして、いや本当浅戸さんっていう、浅戸さん対決、そう、名字が珍しいのにまさかの同じ浅戸さん対決、さあ始めてみましょう、浅戸さん、いやー素晴らしい、いや、
さとさき選手、はい、バチ打ってますよね。いや決勝トーナメントに入って3ゲームで今750点。えこの3ゲーム、はい、すごい。頑張って。あさとくん見えてるかな。いや始まりました決勝戦。見えてるかな。見えてないね。はい、さあ今回は、女子にハンディキャップが10ピンということで、これ大きかったです。いや10ピンがないと。いやでもそれはですね、女性ハンディですので、厳しかったでしょうね。やはり男子のボーリングにはかなわないな。いやでも今回は女子の方が多かったですよね。このレーンコンディションがもしかしたら男子にはもっときつかったのかもしれませんね。そうかもしれない。なんか手前がなくて、はい、奥が甘い。甘い、はい。でちょっとやっぱ男子プロの方がボールの回転数が多いので、うん、変化に左右されやすいのかな。そうですよね、はい、私なんかは、はい、あ手前死んじゃってるなとか、はい、奥があ伸びちゃったなって思っても9本は絶対倒れる、はい、だから5番ピンも残しましたし天ピン4番残しましたけど、はい、なんか7本になってしまうっていう男子のボーリングよりかはちょっと得だったのかもしれないですね。お互いに天ピンですね。いや天ピンが残るので正解ですよね、このコース。はい、はい、イメージプロおっしゃられたようにやっぱりその手前のオイルがやっぱかなりなくなってて、先のオイルが先にオイルが伸びてるような状態になってるので、どうしても天ピンが残りやすいのと、はい、今回はトドロキボールさんピンをこの大会に向けて、はい、入金にしてくださってますので、やっぱこの音はすごくいいんですけど、入金って倒れないんですよね。さあお互いに天ピンカバーからのスタートとなっております、はい。ああいけいけいけ、素晴らしい。ナイスです。ボールはおそらく練習ボールはインフィニットフィジックス投げたんですけど、今はシャドーロックということで、うん、かなり走りの強いボールを使われてますね。すごい小さい体で、ね、パワフルなボーリングですね。わー、それに対抗して、はい、佐藤光則選手はかなりパワーのあるボールでしたね。はい、ボールは、フィジックスパワーエリートを使われてますね。練習ボールでもいろいろボールを変えながら投げてたんですけど、はいはい、予選から多分あのボールを比較的多く使ったんじゃないかなと。佐藤光則選手は前回大会3年前もこの奈良オープンとトロフィーカップのためにお見えだったんですよ。そうだったんですね。はい、で今年も、来たー、素晴らしい、ダブル。さっきと同じ7番ピンが最後に倒れました。その佐藤光則選手はご家族で旅行で来てくださって、はい、で待ってらっしゃるご家族の皆さんが USJ に遊びに行かれてるそうですよ。素敵、うん、まあ、でもこうやって、まあ、やっぱ姫路プロもいらっしゃいますし、プロボーラーもたくさん参加してくださってますので、はい、アマチュア選手もやっぱ全国から来てくださっておりますよね、はい、そうですね。佐藤光則選手は次はジャパンオープン出ますっておっしゃってたんですけど、佐藤咲選手も出られるのかな。はい、ね、咲選手もおそらく、はい、ジャパンオープン、はい、さあハンディキャップありますので2マーク20ピンほど今咲選手が、ね、はい、リードしてますね。ただ薄め薄めボールがいってますので、それをアジャストするのか、はい、まあ、いやでも今のね、うまいコースでしたね、はい、やっぱりあれ薄めをアジャストしようとするとあの天秤がどうしても残りやすくなりますよね、はいはい、浅戸光則選手の派手な
ウェアも、はい、あのもう私にとってはおなじみのスタイルなんですけれど、そうなんですね、はい、佐藤早紀選手は、はい、今日あのベストドレッサー賞の女性部門を優勝されておりました、はいはい、このウェアでベストドレッサー賞にアマチュア部門で選ばれていました。男子は和田秀和プロが、はい、選ばれていました。ナイスカバーです。すごいニコニコして投げてリラックスしているように見えますよね。あの三成選手のズボンもなんか素敵ですね、はい、沖縄ってね、沖縄、うん、一目でわかる、ちょっと難しいピン、うまい、あれは難しいスペアでしたが見事スペアできました。なんか本当いい雰囲気ですよね、お二人とも、はい、一生懸命の中に笑顔もあって、いやプレーも、はい、プロ顔負けの内容です、はい、さあ先ほどこちらも薄めからのストライクでしたが、どのようにアジャストするのか、うまい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 ですね、素晴らしい、この奈良オープンアマチュア部門まだ女性優勝がないそうです。そう、はい、なので初の女性がチャンピオンになるのか、いけいけ、あー飛ばないか、この天秤に今日はたくさんのボーラーが悩まされてきましたよね。ガズイプロはどうしました。いや僕はやっぱりボールを変えてやってたんですけど、うん、でもやっぱりあんまり結果が変わらなかったので、やっぱり男子の場合はできるだけ中に中に寄ってしまって、うん、オイルの手前のしっかり入ったところから投げれる方がアクション出やすくなるので、うん、そこから投げれるボールを、うん、トーナメントの時は、うん、逆に一番曲がるボールを下から持ってきて、うんうん、トーナメントでは投げました。結果は良かったですね。さあリードを広げられるか、ここ大事な、ダブル来るんじゃないですか、はい、あの天秤もさらに厚めに狙うか、すごい、いい感じ、いい感じ、惜しいですね、歯がゆいけどもこれは正解ですね。いや、そうですよね、これでもう、はい、もう100点満点、300点満点の投球です。そうですね、はい、いやそうなんですよね、この展開は、うん、もう三成選手にとってはすごい、うん、もう持ってこないといけないので、どんどんプレッシャーの変わる展開です。熱い熱い熱い、あー、いやこっちさっきもね熱かったんですけど、はい、ナイスカバーです、はい、ナイスカバーですね。やっぱりこういうねコツコツスペア取るのは大切ですよね。これ私今日取りましたよね、はい、4番6番ね、いや、いや多分残ってます、残ってると思います、ちょうどこの27番8番でビッグ4だったのに4、6、10が取れたやつね。僕初めてあの取り方でビッグ4を取るのを目の当たりするかと思いました本当4番が手前に倒れちゃったから3本だったけど、はい、私もチャンスあったなと思いました。いや、あの絶妙なコントロールさあここはもう天秤でいいですもんね。いいです、いいです、同じとこ投げましょう、いけいけ、いやでもオッケーオッケー、コントロールいいですね、コントロールいいです、いや負けちゃういやいや、ジプロ、いや負けちゃう、このコントロールもう誰もが認める、そんなことないですけど、いやでもすごいですね、ほとんど嫉妬してないです、ね、さあ、いけいけ、左は掴みましたよ、はい、三成選手が勝つためにはもうストライク止めれないですね、はい、これで221、
江崎選手はもうスペアで200台なので210台は硬いんですよ、はい、なのでもう光則選手にとってはもうパンチアウトしかない。次の右のレーンがなー、2回集め集めいってるんでね。いや素晴らしい、ナイスカバーです。さあここはもうちょっとこれ寄せましょうか、はい、マイク。おお来ました。はい、ナイスダブル。いやこれはでかい。初めね、右のレーンが最後テンプレになりますので、あ大きいですね今の、はい、いや佐々木選手にとってはもうあそこはアジャストせずに、はい、いやもうこのままでいいです。そうですよね、はいあのもうラッキーでもその倒れますからね、はい、アンラッキーで残るだけで、はい、うまい、うまいですね、うまいうまい倒せ。あーよしよし、オッケーオッケーオッケー、惜しい、オッケーオッケー。いやー本当アンラッキーで残ってるだけですからね。はいそうですね。いやもう決勝に入って一度ポケットを外してませんから、はいはい、全部9本スペアでいっても、はい266、185、205、204、そう4とかですね。でしょ、はい、あ204、はい、で214で浅田さんが、あ光則さんがパンチアウトで221までいくので、おそうなんです、パンチアウトでまだそうです、チャンスが出てくる、はい、さんの左のレーン大きいな、これ今から。いやそうですね、で左のレーンも行っても2回しか出てないので、はい、いや勝負強い方なんですよ。そうなんです、ええ、さあ来るんじゃないですか、はい、いい投げ方しました。来るよ、強い、いけけ強い、分かってらっしゃるスコアもね、はい、いやあのやっぱり今日浅田選手多分常連のアマチュアでやっぱ上位常連の方だと思うので、はい、スコアの計算早いと思うので、そうそう、お互いに今心理戦がすごい働いてると思います。いやこれでもサキスさんは負けずにしっかり投げられますよ。 いい投げ方してますね、来た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 、いやー面白いテーブル勝負。うわー最低でも光則選手1個は必要です。そうですね、最低でも1個は欲しい。こっちもね、来ると思います。あー、いい投げ方しました。分かってる、これはいやこれで、あさとさき選手は、はい、止まる、もう1個必要になりました。もう1個来るとほぼ確定ですね、はい、確定するので、はい、さあ天秤の方のレーンです。あーあーやっぱり天秤か、いやまだ分かります。これで光則選手がもう自分が来たら勝ち、ストライクの形、いやこれ来ちゃうかも、うん、僕私がチェル光則さんは来てしまいますよ。あいいなんか伝わるような気がする。いやすごい、あの横腕のスイートからのパンチアウトは、あすごいな、いやすごい、あー危ない危ない、はい、あまだ、はい、まあそうですね、7本倒せば勝利なので、はい、そうですね、まだスペア、はい、あのガタやファールでは、はい、いける可能性がありますよ、はい、うわー、うまい、うわー、いやー素晴らしい、やったー、いやー素晴らしい、はい、すごかった、うわーすごい、見せましたね、さっき100点のボーリングだと思う、わー本当にもうない、いやいや本当ですよ、素晴らしい、
相手が悪かったというか、やっぱ三成さんの方がので勝負強さが勝ちましたね。はい、追い込まれた中で変えてオンプレーするってちょっとアマチュアとは思えない、ね、思えない、そうでしょ、221対アディガプレーでした。217で浅田と三成選手、4ピン差です。ありがとうございます。いや、本気ですよね。どっかに行くとラッキーね、ストライクじゃないけど、アンラッキーがこれから出たら、そうですよね、アディガプレー回ではあったんですけど、です。今日の勝因はいかがだったでしょうか。今僕が入っているので、皆さんにも聞こえますでしょうかね。はい、優勝インタビューですね。今日の勝因は、オープンレーンを出た段階なんですけども、上にボールを上げて、ボールを持って、力づくでやるのが私のスタイルなんで、下手に合わせて、そこにボーイングで、勝利することができました。ありがとうございました。すごい。そこにボーイングで何とか勝っていただきました。川添プロが言った通りですね。球を上げて、対戦相手は女性に寄った。対戦相手が女性なので、ちょっとエルデンそうでしたけども、日頃のプロチャレ、ケプさんのプロチャレ、エアマレイプロのプロチャレ、プロチャレでは決勝にもエルデンスが出ないので、予選の気持ちを忘れずに、もう、ランド関係なく勝ちました。ありがとうございます。いやー、沖縄からね、取られて一言だけ、はい、あなたに素敵なお時間を差し上げます。皆さんユニフォームしてもらってみてください。もう姫路浦田愛がハンドレットに乗ってますね。では優勝した気持ちを姫路浦田君にどうぞ。泣いちゃうかもしれない、はい、姫路さんの合格して15年以上になっております。毎年沖縄に来てくれて、私も毎年大阪に来てくれて、今年は、沖縄県の大会で、サインとこの姫路浦和ユニフォームをつけると、成績がいいということで、天気に担いでですね、決勝になってユニフォームをチェンジして見事ハマって初めて優勝することができました。これを機会に、沖縄のピンクのおじさん、忘れないでください。よろしくお願いします。はい、皆さん、今度はラブコールの含めた優勝となりました。見事な勝ちになりました。浅田三成選手、よくよくお願いします。お願いします。そしてめちゃくちゃ頑張った対戦相手の松川選手、どうぞ大きな拍手をお願いします。すごい、ありがとうございました。ナイスポイントでした。この後、表彰式だけお付き合いしてください。大きく片付けて表彰式お願いします。では、このいやいや、泣いちゃうかもしれなかった。私なんか公開プロポーズ的なこの感動があったんですけど。